のブースにやってきました。ではここから一つ一つ製品ご紹介いただきたいと思います。高橋さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまず一つ目の製品ですが、はい、こちらは一体どんな製品なんでしょうか。はい、こちらはですね、コネクターに端子を挿すという点向きになっております。当然位置ずれを起こしますんで、お互いずれた位置がどんだけずれているのかっていうのをこのボケーターというセンサーを使って補正しております。技術的にどんなところがすごいんでしょうか。はい、後ろにありますように点群の位置合わせでプラマイ50ミクロを達成しているところが我々の売りであります。こちらシステムの適用例としてはどんなものがあるんでしょうか。はい、当然このコネクタ組み付けも適用もあるんですが、もっと大きいやつだとナットランナーの締め付けだとか、もっと大型なものもやっております。我々はですね、後ろにありますように広報開発、工程設計からライン立ち上げまで一貫して、設備を立ち上げることができると、それが我々の強みとなっております。ぜひこのシステムをですね、皆さん知ってもらって適用例を増やしていきたいなと思います。はい、楽しみにしています。ありがとうございます。はい、お願いします。では続いて2つ目の製品ご紹介いただきたいと思います。松尾さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ私たちの後ろにあるこちらは一体どんな製品なんでしょうか。はい、こちらですね、各工程を AGV でつなぐというところをやっておりまして、AGV、AMR でロボットを直接動かしてやる、配膳台を動かしてやるというところで自由にレイアウトを組み替えて、お客様の課題というところを解決できるように構築をしております。主にどんな特徴があるんでしょうか。はい、AGV で運ぶというところになりまして、 AGV の停止精度というところがどうしてもプラマイ10ミリとかそういったところで触れてしまうというところがありますので、こちらのロボットですね、カメラがついているところでカメラで位置を、補正をするという技術を入れております。機械的に、組み付けて、精度を担保するというところも入れております。まあ、そのあたりで、まあ、どこに行ってもちゃんと位置が担保できるという特徴は持っております。全てクラウドでつないでおりますので、そのあたりも柔軟に、指示に対して、要求を返せるように。どんなお客様が多いんですか。はい、大きく面積が取れないとかそういったところで、ここはこんだけのエリアで使いたい、こっちの工場ではこんだけのエリアで使いたいという形で、面積で困られているので、活躍できるのではないかなと思います。あと、やはりですね、人の作業からの脱却というところで、共同ロボットであったりそういったところを導入していきたいというような、ところから声をかけていただいて。なるほど、いろんなではお客様の要望にいろんな形でお答えできるということですね。はい、ありがとうございます。はい、では最後の製品ご紹介いただきたいと思います。大森さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあこちらは一体どんなシステムなんでしょうか。はい、こちら簡単に言いますと物を数える装置ですね。後ろでやっている装置なんですけども、カメラと照明を使って、物を数えるというのを行っております。このシステムを導入することによるメリットってどんな部分なんでしょうか。そうですね、人の手でですね、数えるっていうところは少し残ってはしまうんですけども、そこに対してヒューマンエラーですね、いわゆる人の手で数えたことによるミスっていうところをなくせるのかなっていうのが一番の大きなメリットだと思っております。そうなんですね。ただ私気になったんですが、この数えるものの大きさだったり、数ですよね、それっていうのはどのぐらい数えられることができるんでしょうか。基本的にはこちらの距離感ですね、見ていただければと思いますけども、中心からだいたい600mm かける 600mm の四方であれば、あとはもう本数に対しては、原則上限はないような形にはしておりますね。すごいですよね。ただこのが物が置いてあるところがこう、ほこりが溜まっていたりでしたり、日光が入ってきたりすると、なかなか読み取りづらかったりするのかなと思うんですけれども、そうですね、そのあたりいかがでしょうか。はい、そちらに関しては弊社の方ですね、約2年ほどですね、殺草というところで知見を蓄えてきまして、外乱光だったり照明だったりだとか、いわゆる外乱の影響を受けにくいですねシステムというのを作り方というのを、マスターしましたので、そちらを今回 の装置に投入させていただいているというところで、カウントとしてはその外乱光によって取れないというのは、ほぼほぼ起こり得ないような仕組みにはなっておりますね。そうなんですね。はい、では最後に今後の展望について教えてください。はい、お客様の抱える課題をですね、解決するソリューションを提案いたしますので、これからも、よろしくお願いいたします。多くの皆さんに知っていただきたいですね。はい、そうですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。